バスケットボールは好きですか？はい、大好きです。どうも、バスケットマンです。さあ、今日も始まりました。バスケットマンのスニーカーと NBA ということですね。今日はですね、スニーカーでもなく、NBA 選手でもなく、アパレルでもなく、今日はまたテレビの出演が決まったことをご報告したいと思います。ということで行ってみましょう。レッツティップオフということですね。もう、キンキンでございますよ。10月の20日、火曜日。はい。間違えました。はい。10月の15日ですね。はい。10月の15日火曜日、うちのガヤがすみません。日本テレビですね。に、私たちデルピロコンビで出させていただいてます。まあ、前回も出させていただいてね、すごい反響があった番組に、また呼んでもらえるというね、素晴らしいことです。とうとうまた NBA に上がってきましょう。2回目ですよ。前回の放送から、前回の告知からしたら2回目ですね。今年はまあまあ、もっと出させていただいてると思うんですけども、まあまあまあ、また、2ウェイ契約で上がってきました。はい、ということですね、どういう結果になったのか皆さんね、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。さらにですね、先ほどの僕が間違えた10月の20日なんですけど、それはですね、前回お伝えしたあの BS テレビ東京の、スポサマーですね、サマーズさんの番組が10月の20日から始まります。はい、日曜日夜10時から10時半まで30分番組ですね。こちらもぜひチェックしていただきたい。はい、前回申したようにですね、これはレギュラーを獲得するためのオーディションになってます。3組の芸人さんがですね、そのレギュラーの座を争って戦っております。果たしてバスケットマン、レギュラーの座を勝ち取ることができたのか、ぜひですね、皆さんチェックしていただきたいと思います。ということで今日はね、告知動画でした。ということで失礼します。はい、バスケットマンでした。